背骨のところについてるんです。これ後ろ足ですよね。でこれお尻の部分です、ね。ここで背骨ついとって、で、あばらの内側、要するにあばらがあった内側にこのついてるんですよ。この、この子がここ、こういうふうに。うん、で背骨があって上側にこのロースが乗ってるのか、うん、そんな感じ。お父さんの一番好きな部位はどこですか？この内もも、はいはい、柔らかい、うん、外ももはちょっと切り目が粗いんですね。じゃあ毛目が細かいですね。こんな感じですかね。そうすごい。いやすごいわ。カレーですね。見入ってしまうよ。ちなみにサバ焼き初めて何年ぐらい食べられてるんですかね？3年半ぐらい、うん、ちなみにその私もさばきたいとかってなったらそういう時ってどこに行ったら行けるんですかね？長野県が結構有名ですよね。まあ猟友会入ったら大体猟友会でさばき方も交渉したり、うん、私も弟がたまに森に入って撃つんですよ、はい、北海道なんですけど。北海道、はい、北海道で、ちょっと北海道は獲物がごついから。そうです、確かに。たまに打って解体して冷凍で送ってくれたりするんですけど、やっぱり好みやけど、うん、自分でやっぱり本州時間の方が美味しいですね。ありがとうございます。忙しいところは時間割いていただいて、さば、はい、けるのが見れたっていうのがたまたま入ったんで、ね、命がたまたま欲しかった。本当は命が大変なんです。あ、そうなんですか。音声があるんですよ。へー、ありがとうございました。いいよ、いいよ。すいません、はい、お願いします。
まずありがとうございました。ありがとうございました。貴重な話聞けてよかったです。そうですか。ハワイでは小さいからね。いやいや、今も少ないし、だから北海道やら全国から、全国見たほうがいいけど、なんかこう北風道がね、壊れてる。はい、だから人呼びてあんまり入れなくなる。そうなんですね。コロナで全然あかんから。コロナで全然変わって飲食だもんね。今だけ本当ペットフードよ。そう、もうなんかで明かしていかんと冷蔵庫、冷凍庫どん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 増えるばっかりで、ワンちゃん贅沢ですね。鹿肉食べられるって。すごいよ、ね、コロナのおかげで、ペットを飼う人が増えて、はい、だからペットフードのこういう商売も、はい、みんなペットに変えていってんね、ペットフードに。私も犬になりたいです。私のジビエ食べたいですよ。好きですか。いや、もう鹿肉くれって言いたい。大好きです。あ、そう。ペット用のやつポチしたら自分でも食べられるのかなって。ああ、全部食べれるもんです。一緒のもんです。一緒なんですね。はい、うちは一緒です。ほんでも、綺麗に筋も引いて、いや、もう、ほんまに人用と同じ仕方です。人用やってたもんですからね。犬用やから言って別にしない。やっぱりこう綺麗にする癖がついてるもんだからね。十分人も一緒に、人と一緒に食べれます。いいですね。味ついてないだけですよ、確かに。塩コショウ振って、あとは自分でね、調理すればいつもね、トッポンと頼むと思います。本当ありがとうございました。ありがとうございました。でも、邪魔なお話聞けて、取れたての鹿尾さん。そうですね、さばいて、すごかったね。山の贈り物みたいに恵みとしてっていうのが本当に分かる包丁さばきというか、食材を大切に扱ってるのがその様子から分かる。なんかちょっとグッときました。なんか広まってほしいですね。何やってるんですか。お母さんにさっきもらったポストカードを送ろうと思って。淡路島にぐるっと回ってるよみたいな、その旅の近況とか書くってこと。あ、そうです、そうです。うずしを見れなかった無念が詰まってますね。そうですよ。郵便局でこの倉敷と尾道の限定切手買っちゃったんですよ。ージーンズの切手。それ、そう、切手なんですよ。今切手は舐めないんです、シールだから。そうなんだ。そうなんです。これを買って、お母さんと自分用と、ちなみに自分宛には何て書いた。何でもうまくいく。おぉ、かっこいい。いや、でもいいね。めちゃ聞かせてるんだよ。すごくいいと思う。きっとうまくいく、何でもうまくいく。OK、これで南淡路の化身がつきますね。